のりこさんはいてっぺさんおはようございますおはようございますおはようございます元気ですかはい元気です <laughs> あーいいですねのりこ様は私ね今朝ちょっと寝坊しちゃって <laughs> 珍しい寝坊 <laughs> あのね目覚ましをセットするのを忘れてたんですね、うん、昨晩

はいはいはいと<か>はい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 朝活っていうのは、うん、まあ朝早く起きて何か活動をするってことですよねそうね,そうね、うん、あのまあ朝の方が頭がね<う>動きますからっ、うん、やっぱり勉強とかをするといいですよねそうなのよでも今日はね全然できなくてちょっと慌てましたねあな何 さどうして六時なのみたいな。まあまあまあ。でも六時起きても間に合いますよね。これは。はい、もちろん、もちろん。あとね、今これ八時です。あ、八時ですよね。だから十分朝活できるんじゃないですかはい、はい。いや、それでもなんかちょっと一時間損した気がする。うん、いやいや、でも朝六、ね。バタバタしちゃって。で、二時間ありますよね。うん。うん。うん、<何>まあ、だってさ。うん、私いろいろ朝やりたいことあるから。あの、一時間減って、韓国の勉強してません。んうん、仕事してました。 ああ、すごいね。朝からいろいろ、なんか、ポト、うん、キャストのこととか、うんうん、いろいろすることがあるので、ルーティンが他にあるので、あそうな,でなので、そうです。だから勉強はできなかった今朝、はい、まあ、まあ、そういう時もありますね。まあまあ、やっぱちょっと疲れてたんじゃないですかそうですね。昨日ちょっと頑張りすぎたかな。仕事ちょっと結構あったので、<っ>あ,まあレッスン、レッスンがね。はい。うん、よくないね。やっぱりよくないよくない。 ちゃんと確認して寝ないといけない。目覚まし時計ね。<laughs> はい、そういうことですね。<laughs> は,いは,いはい、<laughs> はい、はい。ああ、はい。ありますよね。うん、あるある。あの、そうですね。素晴らしい。なんか。いいね、すごく寒いんですけど。あ、そうね、なんかすごい寒いんでしょ今。何度、何度。なんか今日の朝の東京マイナス5とか書いてますかね。<laughs> それは珍しいよね、多分。はい。あの、僕の家のオリーブオイルももちろん固まってますした、ねうん。完全に、完全にカチ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 のこっちこっち。で、それはちょっとね、はい。朝、あの、子供が寒いって言いながら、うん、あの息が白かったです、ね。うん、で、僕も、僕も息が白くて、何それ家の中でね。 家の中でね。リビングであの白い息が出る。<ん>おかしいです。待って待って、家の中もマイナス5度ぐらい違う違う。僕の家の中もマイナス4度ぐらいにはなったでしょう、ね。う、えー、多分1度ぐらいしか不正でないです。まあ、ね、すぐエアコンつけて。うん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 。まあ、エアコンを、エアコンを23度、24度ぐらいにして、部屋の中がやっと10度ぐらいになるって感じですかね。うわー。 今週ずっとそんな感じなんかね風が強いですよねあ本当はい。隙間風そうだから外でビューって風が吹くでしょ <laughs> はいはい家の中でも風が吹いてるんです、ね、そうそうなんかねあれどこから、はい、どこから風が<や>みたいなね俺の家は風が吹いている <laughs> やばいですよねそうかなんかあの他のところは大丈夫なのなんか水道がこうなんか何 あの凍ったりとか,かよくあるじゃないっなかったですか、ねうん。ああよかったね。だからマイナス、多分朝の僕の部屋というかね、うん、家の中多分、分まあ洗面所ですよね、顔を洗うところ、うん、多分マイナス2度ぐらいになってたと思うんですけど。えもう私なんか布団から出られないわ、その寒いの。なんか水が冷たくなかったですね。<laughs> あの手,手の方が強い。<laughs> そうそう、手がね。そうそう、なんかあれ、あれ感覚が。あれ、ね、これ、お湯いや、お湯じゃないの、あ水だな。これは冷えてるな。はい、これ、日本全国だよね、結構。まあ、日本全国寒かったらしいですね。ね、そうそうそう。まあ、でも寒くて,ても。うん、まあ。 たくさんの国では当たり前の寒さだし、北海道はまあまあ,まあ、いつも寒いし。それでもさ、いやいや、それでもさ、極端に寒かったら大変じゃん。いや、あのね、どちらかというとですね、実は東京はまあ全然問題なくて、うん、逆に、 リコさんの出身のエリアとか中国地方とか普段なんかそんなことならないとこはねちょっと九州とか僕の出身の大分県とかでしょうねあとは京都の方とかなんか雪がたくさん降ってええに。んい。なんかね結構生徒さんに聞かれるんですよ「先生九州は東京より暖かいですか?」とか聞かれるんですけどまあその南九州ですよね 鹿児島ぐらいに行くとまあまあ暖かいんですけど、うん、結構その雪の雪が降ったりとか寒さって結構ランダムですよね。東京よりもそのもっと西とか南が降ったりしますよね。やっぱりあの風なんですよねその多分中国大陸からとかあのシベリアの方からの寒い風が。うんうん そっかそかか。その日本海側ですよね。ね<ー>日本海側。そうそうそう,そう。ね、結構その東京はまあ太平洋側なんで届かなかったりするんでしょうね。寒い風が。北風。なるほど。いやまあでもなんか聞いただけでもなんか寒そう。私今チェックしました。変で,うん、変ですよね。私は今朝だから8時で外は3度になってる。はい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 。でもマイナスじゃないから。 ね、そうですよね。だから、うん、のりこさんの住んでいる、ね、北アイルランドの方が、うん、なんかこう、日本よりもっともっと北にあるのに、暖かい。暖かい。秋雨とか。え、もうマイナスって聞いただけでも私も嫌だ嫌だ。いやだい<や>寒さに怖いからなんか、ねそれが。それがですね、なんか、まあ僕の場合ですけど、はい、寒いと、 少なくとも頭はクリアになるんですよね。確かに。これさ、先週も多分話したけど、本当そう。その通り。よく働くよね。夏よりいいと思う。うんうん。なんかね、元気になるんですよ。キレッキレな感じだよね。なんかね、オーバーヒートしないね。うんうんうん。すごいわかる。例えばレッスンたくさんして、ポッドキャストたくさん撮っても大丈夫なんですよ。うん結構。そう、でも夏とちょっと違うと思う、やっぱり。はい。 あとね、多分あの、うん、生徒さんによっては、多分暖かい部屋にいるんでしょうね。うん、ちょっと眠くなったりする感じがありますけど。ああ,あ、暖かくしすぎてね。そうそう、暖かい部屋はね。私そうしてないです。あえてちょっと寒くしてる。うん、<laughs> まあまあ、僕はあえてというか、僕の部屋寒すぎて、うん、もうなんか眠ったら、目を閉じたら死ぬ、みたいな。<laughs> 起きろ、起きろ <laughs> 起きろ,起きろパパ,パみたいな、ほびたたいて。そう、死んだら死ぬぞ それぐらいいやほんとおかしいですよ。僕ね今5枚着てますからね。ほんとにヒートテックヒートテックオンヒートテックオンヒートテックオンヒートテックさらにフリースジャケットポケットの中にカイロ入れてもあるの背中にはカイロ貼ってカイロも貼ってさらにヒートテックって ヒートテックって着すぎるとちょっと体が乾燥するんですよね。そうですはいはい、はい、でまあ実際それが原因で僕の子供もはなんかちょっとこう肌のねちょっと乾燥のそう,うそしてあの医者に行ったら、あのーまあ「たくさんクリーム塗ってください」言われてあ、まあ、子供の体にはたくさんクリームを塗,ー塗るんですけど僕もお風呂 から上がったらもう体中にクリームを塗るクリーム男わかるわかるクリームきた新しいクリーム男はいもうクリーム男なるほど体中にクリームを塗るんでクリームを塗ってどういうことですかそう耳とかにもちゃんとクリーム塗ってねなんか耳が乾くんでなるほどもう全身ねそうそう全身クリーム男なんでしょ今そうそうもうテカテカですよテッカテカ オイリーですよ、オイリー。でもすぐに吸収されて、多分。吸収されて、エアコンの風が当たれば。そう、だからさらにクリームを上から塗って、シャワー浴びるとね、なんかドロドロするんですよね。ドロドロって。シャワーを浴びると、まずオイルがドロドロなんか、そうか。で、また出たらね、塗り直さなきゃいけない。そうそう。 そうそう、靴下を履いてるからいいんですけど、靴下脱いだらもうぬるぬるしてもう滑るんです、ね。ここまでかよ。はい。もうあのトイレに座ったら、ぬるっと滑ってね、も,もう落ちそうになりましたからね。お尻にもクリーム塗りすぎて。ツ <laughs> ルツルみたいなね、やばいぬるでも乾燥するよね、本当に。 そうそういや僕は全然乾燥してない。うん、もう、クリーム、だからクリーム塗り。塗りすぎそうクリーム塗りすぎちゃってね。そうか。私もじゃあ塗りすぎるぐらい塗らなきゃいけないのか。足りない、足りてないんですね、私。はいはいはい。もうね、なんかあの、グラスを持てない、滑って。っそれ嘘でしょ。いや本当に本当に。僕はハンドクリームもベタベタまた、また始まった。また始まりましたよ、これ。本当 <laughs> 本当。本当どういうことですかハンドクリームもべたべた味にしてるんで、うんもうグラス持てないの。 じゃあのグラス持った時に何かあの何ですかそのあとが後がつくか後もつくしあとねあの唇も乾燥するから <laughs> はい、はい、リップクリームもたくさんあ,ありますねリップスティックねリップスティックたくさん塗るからもうそこもなんかあのベタベタねうん、うん、<laughs> だからグラスにも僕の唇の形が手飼っ,ってるんですかそうちょっとあのレイディーみたいにねちょっとこう <laughs> レイディーはこうリップ ね、あの口紅。口紅のこう、赤い色がついたりするじゃないですか。え、リップクリームは何を使ってるの、ニベアとか。まあ、普通の、普通のものですよね。でも、べ、食べたい。匂いあり。匂いなし。子供はなんか、蜂蜜みたいなのやってます。なんか、子供っぽい。子供っぽい。僕はなんか、あの、甘いの好きじゃないんですよね。私も。普通。なんか。普通のでいいよね。 普通のっていうかあのシンプルなね。メントレ、メントームうん、ああ、あるね、あるね。ミントみたいなね。はいはい。ちょっと爽やかな感じ。でも、ベトベトにしてるから。もう、グラスがもう指、指の、指の跡と唇の跡がついて。ああ、なるほど。そこまでできてないな、私。気をつけます。冬の、冬のスキンケア。体中、そう。 クリームを塗りまくってください。そっかじゃあ、うん、ものすごい量のクリームを消費しますね。いや、本当ですよね。たぶ<分>そうだよね。そういうことですよね。はい、こ,ここにもね。うこういうあの、こういうあの、あはいはい、まあ、クリームがありますけど、これ。多分ん三日ぐらいで終わるんじゃないかな。はい。ものすごい、じゃ、も買い、買い置き、買い置き、買いだめ、なんて、なんて、人が。 いやもう,どそうですねもうクリーム塗りすぎるからもうなんかお風呂みたいなところにクリーム入れてもそこに入ってもうそれで体中にクリームつけたほうがいいかなクリームつけるほうがいいかな、うん、クリーム風呂よく分からんけどはいはいはい本当ですよねいや嫌だな,なんか <laughs> やめてくださいよいやもうんまあ、なんかねでもそれから元気になりましたね えどういうことその皮膚が潤ったからそうやっぱりね油が足りないんですよ。なるほど。車みたい。そういうことか。ああそういうこと、車みたい、いい表現。油を注入しないといけない。メンテナンス。そう。で、この前ね、奥さんとのり子さんと一緒に行った銀座の串揚げ。あそこよかったね。あそこに奥さんと行ったんですよ。またアスパラガスの串揚げを食べにね。 で油ですよね、やっぱり、フライだから。はい,はいはいはい。フライデーだったんですけど、まあ、うんうん、金曜日にね。で、うんうん、<laughs> そんで、体に油を入れてね。<laughs> あ、そうか。食事か、食事でも油を取る。<う>なるほど。なるほど 中から、外そう、体の中、体の外、すべてを油、オイルにして、んなんかね、こう、動きが滑らかになかった。あ、はい、<laughs> 本当とかそう、うやっぱ体あの、特にジョイントがちょっとね、その関節がちょっとこう、一番問題気がする、問題な気がする <laughs> で、油が入ると、そこはこう、<laughs> ち,ょっとちょっと待ってくださいよ。<laughs> ジョイントがあのよくなります。